い、どうもジョンさんでございます。今回はですね、 XJAPAN の Forever Love のカラオケ音源を作ってみました。一応ですね、これ私がナイロン弦のギター、エレキのガットギターで弾いてみました。エレガットというやつですね。そしてですね、今回このカラオケ音源を作っただけではなくて、タイトルにも書いてあるように、これを視聴していただいた方の中でもしね、チャレンジする人がいればなんですけれども、歌ってみていただいて、その歌の声を送っていただければ、こちらでミックスしてみようという企画でございますね。まあ何が目的といえばですね、こういうカラオケ音源とか作ってもらって、自分でね歌い入れしてミックスとかねしてもらうと、なかなかね当然お金がかかってしまうものなので、まあどんなものかお試しというかですね、まあこちら YouTube の企画だったので、あとですね、私が昔ですね、昔というかですね、前に私がですね、 XJAPAN のこのトシさんの国歌独唱をですね解析したものがあるんですけれども、そちら結構ね反響が良かったというかですね、トシさんの声やっぱ素晴らしいなってことで、トシファンの方がね結構見ていただいたので、あとトシさんね憧れる人とか、トシさんの声に憧れる人たくさんね見ていただいたようなので、この XJAPAN の Forever Love を取り上げてみました。まあバラードなので、ギター一本でもね多少雰囲気は出るんじゃないかなと思います。結局はねやはりピアノのバラードなんですけれども、まあギターっていうのもね、まあこれを機にちょっとこういうものなんだよってことで聴いていただければまあ悪くはないとは思うんですけどもね、まあ演奏の方もちょっとこの企画を思いついて10分後ぐらいに録音したものなのでね、あんまりちょっとねプロの人が聴けばちょっとやっつけかなと思うかもしれないんですけれども、まあね思いはこもっているので、聴いてね歌っていただければいいかなと思います。次にですね、応募要件としては何もまあないですね。歌ってみたいなと思った方、そしてこの自分の声をねミックスしてもらったらどうなるのかなっていうね感じを知っていただければいいというですね、単に目的なので、チャレンジしてみていただければいいかなと思います。本当ね誰でも anyone OK ですので、でもねチャレンジするの結構まあ勇気がいりますよね。でもこれを機にねやってみて、もしよければね、もし本当にね歌声すごいなと思えばね、当然僕もいろいろねネットワークありますので推薦しますよみたいな、まあオーディションじゃないんですけれども、もしねものすごく光るようなものがですねあれば、またねちょっと違った紹介もさせてもらえるかなとは思うんですけれども、年齢はもう下は幼稚園ぐらいからねおじいさままで、ぜひね参加してみてください。まあキーがねちょっと高いというかですね、元気で録音したのでかなり高いので、まあ、無理はせずにですね、もしねまた機会があれば、ちょっとこのキーはさすがに高すぎるので、これはね B フラットなんですけれども、もう少し下げて一般というかですね、まあ、普通のキーにしてみて演奏してカラオケ音源作ってね、また募集してもいいですしね、それはまた後ほどということで。そしてですね、まあ、肝心のこれ声どうやって送ればいいのかなというですね、こちら応募要件はないんですけれども、このファイルの送っていただく方法は多少ですね注文ではないんですけれどもあります。それはですね、ミックスをする際により良い結果を生み出すためにお願いすることです。まず基本的には声だけを送ってください。まあ当たり前じゃないかと思うんですけども、声だけっていうのは僕のこの弾いてるギターの音が入らないようにご自身の声だけを送ってみてください。これはどうやってやるかというと、まあですね、私みたいなその音楽機材なくても、例えばですね一番手っ取り早いのは、まあ、スマホを誰か1台借りてね、誰かに1台借りて YouTube でこれ冒頭に録音しているので、これ再生してもらって、でそれをイヤホンで聞いて、イヤホンもしくはヘッドホンですね、もう一台のスマホでボイスレコーダー、まあ名前はいろいろあると思うんですけども、そちらで録音してもらって、そちらで録音してもらえれば声だけが入りますよね。そのイヤホンやヘッドホンなりで耳で聞いていただいて、それを元にそのリズムで、僕の演奏したリズムで歌ってもらえれば声だけが入るのでね。ですのでちょっと悪い方法というかですね、あまりお勧めしないというか、私の望まない方法としては、スマホのスピーカーから出して、もう一台のスマホのボイスレコーダーで録音。これはまあわかるとは思うんですけども、元のねこの私のギターの音が入ってしまうので、ミックスがね若干というかですね、これを入ってしまうとできるんですけども、声だけでやった場合と比べてかなりね質が落ちてしまうので、声だけで送ってみるようにしてみてください。ですのでイヤホンやねヘッドホンなりで聞いていただいて、もう一台のスマホもしくはですねボイスレコーダー
まあ、会議用とかね、そういうものでもいいので、ただですね、一度録音したものをご自身で聞いていただいて、音がね、割れてしまってるような状態だと好ましくないです。割れてしまっているのは、こんな感じ。はっ、はっ、はっ、こんな感じ、割れてしまう感じですね。声が雑な感じになってしまってますよね。音の入力レベル、この場合はですね、声の入力レベルがその機器の最大値を超えてしまって、音が割れているという状態なんですね。ですので、こういうのはですね、トライアンドエラーなので、我々のような音楽機材を持っている人でも、何度か録音を試行錯誤してみて、ようやくですね最適なレベル、この場合はスマホと口とのこの間距離ですよねを測ることができるので、いろいろね試してみてください。あともう一つちょっと悪い例としては、声が小さすぎる、そのご自身の声が単に小さいのではなくて、スマホやボイスレコーダーとの距離が遠すぎて小さく入りすぎてる、この場合は何が悪いかというと、まあ私のいろいろ動画シリーズでも話しているんですけども、入力レベルが小さい、声が小さいと、その環境ノイズ、まあいろいろ GG 鳴ってたりしますよね。家電製品が鳴っていたり、エアコンが作動していたり、冷蔵庫の G っていう音が入ってしまったりとか、まあ声が小さいと、こちらの機器では音量レベルを上げればいいんですけれども、それとともに上げた分だけ環境ノイズも入ってきてしまうので、なるべく大きく入れるんですけれども、割れないように、まあ難しいので、本当ねトライアンドエラーしてみてください。まあもしねスキルがある方であれば、我々のようなこのシーケンサーソフトを使って録音したものを送ってもらっても大丈夫です。あともう一つ何点もあるじゃねえかみたいな話なんですけども、好ましくないというかですね、なるべくね一発撮りでお願いしたいですね。まあ細切れに送ってもらうと合わせることはできるんですけども、かなりですねこちらの手間というかですね、かかってしまうのと同時に、ご自身の歌いたいポイントっていうものがこちらでね掴みきれないので、その音源が始まって YouTube のこの再生ボタンを押してスタートして、そのままの流れで歌い切ってもらえればいいなと思います。まああとファイル送る方法としては、説明欄に書いておきますね。よく我々の現場、そのプロの現場でも、そのファイル共有ソフト、ドロップボックスだったり、ギガファイル便とか、タクファイルはあんま使わないかな現場では、まあいろいろ使うやつあるんですけども、なんとかストレージみたいなやつね、まあドロップボックスだったらば、ご自身のドロップボックスに上げてもらって、その声だけの音をね、声だけの音のファイルを上げてもらって、そのリンクを送ってもらう。慣れてる人であればわかると思うんですけども、でもね、多分慣れてない人もいると思うんですね。どうやってそのファイルを受け渡しすればよいのか。ビジネスマンの方であればね、結構今ファイルをね、そのように送ることもあると思うんですけれども、ご年配の方とかでね、わからないという方であれば、まあリンクも載せておくんですけども、ギガファイル便とか、そういうのに ドラッグ&ドロップしてもらうと、ファイルがアップされるので、そしてリンクが出てくるので、そのリンクをこちらにね、メールアドレスも載せておくんですけども、コメントでも大丈夫です。コメントにリンクを書いてもらった場合には、ですね、コメント承認制にしておりますので、承認しない限りね、他の方には見えないので安心してみてください。コメントの方が手っ取り早いかな。メールもいいんですけども、メールだとあんまりね、そのリンクが貼られていると迷惑メールになってしまう可能性も多いので、コメントで大丈夫です。こちらでね、承認しない限り他の方には見えないので安心してください。あとこんな感じかな。ぜひこれはですね、まあこの企画の意図としては、いろんな人ね、この音楽の素晴らしさ、特にやはりねご自身の作品できるっていう喜びをね知ってもらいたく思いましたので企画してみました。期限はまあないんですけれども、あんまりねこのアップした日から後ろだとやる気がなくなってるわけじゃないんですけども、忘れてしまう場合もね多いので、必ずまあ事務局の方で、こちら事務所運営ですので、コメントはね見ているんですけれども、まあねこの動画を見て、あ結構動画アップ日前だったなと思ってもね、まあ送ってもらって、あとちょっとねコメントもらえれば、そのどんな思いがあるとか、そういうのもねちょっと鑑みてですね、こちらで対応できればいいかなと思います。ぜひねそういう自分の声とか録音したことない人、どういうものができるのかなってね、ちょっと興味を持った人、チャレンジしてもらえればいいかなと思います。もう一度ね注意点だけ言うと、自分の声だけのファイルにしてください。そしてこの動画のリズムに合わせて再生したら、そのまま歌い切ってください。あとはなるべく声を大きく入れてみてください。でも割れない程度に、ちょっとここが難しいかなというかですね、録音に慣れてないと結構難しいポイントなので、でもねご自身のスキルとかね高める経験にもねなるとは思うんですね。どんなことでも経験にはなると思うので、チャレンジしてみていただければいいかなと思います。勇気がなければ悩んでちょっと立ってやってみようでもいいですしね、ちょっと僕がね忙しくなっている時期でしたら、他のねそのプロミッションに任せてみたいとも思いますし、まあそんな感じですね。ちょっと長々と説明してしまいましたけども、チャレンジねしてみてください。
逆にねちょっと XJAPAN のファンではないですでもこの曲やってみたいなみたいなリクエストもねあればねやってこれぐらいのカラオケ音源であればいつでもね作れるのでまあなるべく有名な曲というかですね皆様知っているような曲であればなおいいかなと思いますということですねぜひねチャレンジしてみてください XJAPAN の Forever Love ぜひチャレンジしてみてくださいジョンさんがお届けいたしましたご応募お待ちしております